はい、アイウィーブに入っているエコピアですけども、製造年月がですね、2015年ということで、こんな感じでだいぶひび割れてきてしまいました。このひび割れをですね、灯油と2サイクルオイルを混ぜたタイヤ柔軟剤で、ある程度復活できるかどうか実験してみたいと思います。こんな感じに塗っていきます。タイヤの全周にわたって塗っていきますね。でこの時注意してもらいたいのは、これを塗った直後に走り出さないということです。これを塗った直後に走り出すと、こう塗った直後というのは一旦ですね、タイヤの中にすでにある柔軟剤が、灯油の、その溶剤ですけどもね、灯油っていうのは灯油に引きずられて表面に出てきてしまうと。でその状態で走ってしまうと、そのタイヤのもともと持っていた柔軟剤ごとですね、飛び散ってしまいます。ですので、手で触って濡れてないかどうかチェックした上で走り出してください。はい、これが塗った直後です。塗った直後はですね、タイヤにもともと含まれていたタイヤの柔軟剤成分ですね、これはゴム配合オイルなんですけども、これが、一時的にですね、灯油にですね、引っ張られて表面に出てきている状態になるので、この状態で走り出すとですね、もともとタイヤが持ってた柔軟剤ごと飛び散ってしまいますので、塗ったまま走らない方がいいんじゃないかと思います。だいたいこれがですね、収まるのに1時間2時間、下手すると半日ぐらいかかるので、その間は走らずに放置しておいた方がいいと思います。はい、塗ってから、10分ぐらい経ちました。徐々にですね、吸収されてひびのところが盛り上がってきて、ひびが小さくなってますね。はい、塗布してからですね、3時間ぐらいが経ったところですけども、ひび割れはだいぶ目立たなくなりましたね。で、柔軟性もだいぶ戻ってきて、新品のゴムのようです。ただしですね、この柔軟性は長くは続きません。だいたい1週間から1ヶ月ぐらいでまた油が抜けて元に戻ってしまいます。まあその都度ですね、塗布してあればいいわけです。で、灯油が蒸発して、元に戻ってしまいますけども、塗った2サイクルオイルの方はですね、残っているので完全にはカサカサにはなりません。かといって 100% 2サイクルオイルを塗ってしまうと染み込むまで時間がかかりすぎて使えないので、やはりこれは灯油とブレンドして混ぜるのが正解なのかなと思います。はい、6時間ぐらい経ったところですね。こんな感じに、さっきまでひび割れてたとは思えないような、ゴムの表面がとても、滑らかになっています。手で触ってみても大変に柔らかいですね。問題はまあこれが何日間持つかなというところになってくると思います。はい、はい、8時間ほど経ちました。クラックの様子はどうなっているでしょうか。見る限り、クラックはきれいに埋まっておりますね。まるで新品のタイヤのようです。問題はこれがですね、どれぐらい持つか、できれば1ヶ月ぐらい持ってほしいのですが、おそらく、灯油が蒸発して、元に戻ってしまうと思われます。だいたい1ヶ月、2ヶ月ぐらいでしょうか。